ベレザーには、国海の北岸に沿って浮かぶウクライナの島。南北900メートル、東西320メートルの細長い小島で、2キロメートルほどの浅瀬で大陸と隔てられている。ベレザー二島には、紀元前7世紀半ば、国海北岸で、最初のギリシア人植民地が建設された。スキュティアとの小麦貿易で栄え、紀元前5世紀にはヘロドトスが、 国会北方の情報収集のため訪れたが、オルビアの発展とともに、紀元前5世紀の終わりにはほとんど放棄された。19世紀以来、島からは長年の侵食や洞窟にもかかわらず、たびたび古代ギリシャ時代のネクロポリスが発掘されており、アルカエック機の壺や彫刻など貴重な宝物が数多く出土している。中世になると、ベレザーニ島は、 ドニエプル川、は、川口域の戦略的用地となった。バリアーグ人とギリシャ人はこの地で最初に接触し、以来キエフ大広告時代には、バリアーグからギリシアへの道の重要中継地として、栄える。ベレザーにルーンストーンとして知られる南ウクライナ地域、唯一のルーン文字石碑が1905年に発見され、現在は、オデッサ歴史博物館に展示されている。 この石碑は、ゴットランド島のバリアーグ人商人の破壊士とされており、グラニが名誉カールのため制作したと記されている。ルージ・ビザンツ戦争では、キエフ大公国と東ローマ帝国の間で争奪されたが、944年のルージ・ビザンツ条約によって下記は、キエフ側が、陶器は、ケルソンなどビザンツの植民主が使用することに決着した。 あとの971年に、キエフのスビアトスラフ一世は再び、ビザンツを攻撃し、ベレザーニ島にも出兵したが、ドロストロンの包囲戦で惨敗を喫死し撤退した。その後、16世紀から17世紀にかけて、ザポロージャコサックが、クリミアタタール人やオスマン帝国との戦いの中で、ベレザーニ島を港として復興させ、オチャーコフ包囲戦で、ロシア帝国が、 オスマン帝国を破ると、ベレザーニ島は、ノボロシアに編入され、ロシア帝国の一部となった。1906年3月、ロシア第一革命でオチャーコフで放棄した、ピョートル・シュミット中尉の処刑がこの島で行われている。ありがとうございます。